運命のダイスということで、3回連続黒バラ軍団リーダーのステージです。ね、中途半端なこのネタやっちゃいながら、はい、そんなこんなで運命のダイスまたしてもステージ登場でございますね。そして先に言っとくと次回もステージ登場でございます。そして現段階で、今ね撮影中11月なんですけど、12月の運命のダイスのオファーが来ました。これね変えよう、運命のステージ、ステージのダイス、どっちかにしよう。もうどっちかでいいと思いますね。今日も頑張っていきたいと思います。この番組はガーデングループの協力のもと、行動のすべてをサイコロに託し立ち回る番組である。遊戯する台から果ては食事のメニューまで、サイコロの出目は絶対である。さあ政治よ、運命を選択するのだ。よろしくお願いします。じゃあちょっと早速ね、はい、今日のラインナップでございます。北斗の拳シリーズ、なるほどシリーズときたか、1、2が出たら北斗の拳シリーズ、まあ転生かと思ってことですね。3番4番が来たら、バジリスクシリーズ、いやまあ絆か2、そうですねバジリスクの、そして5、6が出たらゴッドシリーズ、まああの凱旋かハーデス。ゴッドはやりたくないな、ゴッドは当たる気がしない。僕ね自慢じゃないですけど、あのゴッド8192分の1を4号機以降引いたことがございません。5号機になって1回もゴッドを引いたことない。俺ねもう捧げちゃうよ、神にお布施、お布施加算じゃ。5と6は下げたい。運命の選択、クリリンはダメ、ほんとダメ、ほんとダメ、頼むよ頼むよ頼む。嘘でしょ、ちょっと今何これ、前振りが気持ちいいぐらい生きたよ今。振り方がお、なんか転がんなかったよね今、トーンみたいな。クリリンの呪い、うわ、やるの俺、じゃあ頑張ろうか。今日は服部誠司、神に挑む。今回誠司がやってきたのはメガガーデン所沢店スロット館。所沢駅西口のすぐそばにあるスロット専門店だ。ロットが多いこれ、はいはいはい、店内ざらっと見まして、まあ、あのメイン基地あたりはね、朝の学訓とか確認したら、まあ、スルーの台見受けられたんで、まあ、そういうところから、まあ、まだねサンプルとしては少ないんですけど、まあ、末とあとまあ朝一チャンスゾーンに行ってる方もいらっしゃるので、機種によっては、まあ、なので末リセちょっと状況が入り待ちしてるような感じかなと思います。まあそれをもとに今日選ばれたゴッドの台を選んでいきたいと思います。206番台ですかね、まあ、この台が、前日のゲーム数が486、まあ、ゲーム数余裕越して考えたらね、狙える台がこのくらいしか今現状なくて、まあ、400稼いでるって言ってもね全然まだ足りないですし、まあ理性であるかどうかっていう挙動もね若干確認しながら、まあこの辺やっていきましょう。よーぶちゅんさせりゃいいんでしょ、8192分の1ぶちゅんすりゃいいんでしょ、やったりやしょ。では打ってきます。あー怖い怖い怖い、ペロッといかれるような気がする運命変えてもいいっすか。出る気がしない、もうほんとゴッドはなんかもう怖いんすよ、僕お金もうそんなたくさん怖いんすよ。運命変える、サイコロ持ってこい、サイコロ。運命の選択、ということで
バジリスクシリーズ。よかった、五六がもう一回出ないで。よし、まだ出る気がする、イメージがある。頑張ります。まあとりあえずこれいきますか。これのまあ末狙いかなと。まあ末狙いというか、まあ末、まあいいや、もうやる。前日データこんなような感じで、まあ強くね大当たり続いてる時もあれば、まあグラフがゆっくり下がっていくところでもね、まあちょこちょこ引けている傾向があるので、まあ基本的にこれのまあ末狙いかなと。まあ末狙いというか、まあ末、まあいいや、もうやる年でした。お、あるある、あるよ、なかったよ、やっぱ。おお、あった。入りたいのです、あなたと一緒に。たわけ2万1000円でやっとチャンス1回ですよ、本当に。もバジリスクチャンス確定。狙い中、とりあえず朝一は青頭の移植 LED 白。もうなんだよこれ、これサイコロでしょ。ほら、知ってた知ってた。じゃあ1、2が出たら玄之介、3、4が出たらおぼろ、5、6が出たら天然。天然何にもわかんねえじゃん。5、6はやめてね、5、6はやめてね、5、6はやめてね。ほら5言ってるとこうなるんですよ。めっちゃ笑かせばいいんでしょ、ふはははっつっても。やったりやしょ、ほら来い、笑えよ、面白いことだったら笑えよ。なんだこの目、怖いわ。よかろう、よかろう、俺はよくねえんだよ。頑張れ、笑顔を見せて。もうー126、うわー出た。もうね、巻物引いた後こいつ出てくると絶対当たんないって俺のジンクスで、セリフが手足が伸びる爺様とはとか言ったらね、絶対当たんないから、絶対当たんない。野球の言わんのかい。発展したおじいちゃん珍しいね。あれ当たっちゃいそう、前振りを超えて当たっちゃいそう。当たっちゃった、おじ、あんなおじいちゃんディスったら当たっちゃった。ごめんおじいちゃん、本当は大好き。これで130ゲームですね。これで3回目か。おー、ここで引いたよ。昇格してねえかな。昇格してなかった。赤一色、右は青、あーサイコロ持ってこい、サイコロ持ってこい。はい、隣の座席でドゥアイドゥ6、また天然入れないんすよ。 AT にも天然でいいよ、どんどんこれ、この野郎は。で、全最後だ、笑ってて全生ぬるいの。その後バジリスクチャンスに突入すること合わせて4回、しかしバジリスクタイムには突入せず、はい、というところでね、使いどころとしては4回当たるかっていう返信をしてくればね、
まだここまで絆にぶっ込むんだったら全部ゴッド言ってもよかったかもね。もうちょっと早くタイム行くと思ったんすよ。ここまで行かないならゴッドでもよかったかもね。ゴッド突っ張る方がかっこよかったな。おいしゅうございます。さあ今日の昼飯を。1、2が出たらお味噌汁。今の前振りが生きちゃったじゃないか。おいしゅうございますだからでしょ、俺がバジやってたから。3、4がかば焼き三太郎ね。バジで出てきますね、プレミア役で。はい、嘘です。5、6が何でも OK。 あ、もう何でも OK が一番いいじゃないですか。運命の選択。ちっちゃんの形見の通信中だ。ラー、そういうこと言うからまた出ちゃうんだよ。もう何でもいいです、ぶっちゃけね。まだ追い上げる気満々でテンション上がってるんで、まだ食欲大丈夫です。ここでまだ運命のダイス振りたいと思います。まあ朝と同じように、このような 1,2 で北斗シリーズ、 3,4 でバジ、 5,6 でゴッド。一応ね、もう今日に関してはこの運命の3機種全部触りたいなって思ってます。つまり 1,2 を出せばいいんですよね。 1,2 を出せばいいね。ということで頑張りたいと思います。運命の選択。運命を考えるなら1、2を出せばいい。今日の俺は出る。いやっす。1、2、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 
撃っすよ。というわけで今日は運命の3機種全部触ってやりましょう。北斗シリーズで勝負。僕の今から打つ転生が615アベシ500の煽り見て通常 A と判断してやめたんだと思いますが、まあ期待値がまあちょいマイナスぐらいですかね。まあこれ実戦時間考えて、まあこれ当てるまでがラスト勝負なんじゃないかなと思うんで、ね、まあこれで爆裂を起こしてスタッフの帰る時間を延ばせると思います。開示風に言えば、セイジ天井を目指し1400アベシまで、まさに希望の船 S4 ここで振る運命のダイス。さあカメラマン、サイコロをよこせ。ここでセイジが望んでいるもの、それは1500アベシ以上かな。今からこのダイスに命運を託し、奇数が出れば1500以上ハマる、偶数が出れば1400台の最低アベシ数当選。いでよ奇数行こう。いただいたぜ。これはきっちり1出したからね。これ今からの100ゲーム俺当たるまで喋りません。1500はめて AT レベル34いただきましょう。サンゴカサンドラ伝説は今より強い。まあこっからまんまに出したらいいんでしょ。やっとるやろね。1418アベシゲーム数で解除です。もう頼む、昇格だけさせて、昇格させて。
下段ビザしてやる。ほら赤七が見えない、もう見えない。マジもう大事。さすが、さすが低設定。ここに来てギリ引いた。勝負玉4個目ら十分っす。いくぜ運命のダイス。序盤服部北斗家族いったらよっしゃジャギ、よしジャギは家で俺のベッド、よしまずは一緒。6個で、いやー5個で決勝行くぜ我が兄弟たち。オラオサウサーは俺のいとこ、クイシンは俺のお母さん、もうお母さんきすぎな、クイどこあれ十分なんだよ。サウザーでベルは得意技、ラストで見せる男、それがハットリ、真のナビなしだよ、真のナビなし、激アツだよ。真は俺のお母さん。貴様の信念などそんなものか。波なしで終わった。2277枚。終わったわ。マイナス1392枚だよ。マイナス1392枚で終了です。これが運命のダイス。サイコロに身を任せて自分が汗水垂らして稼いだ金をぶっ込む、すべて6面の憎いあいつのためにぶっ込む、これが運命のダイス、運命の政治、政治のダイス。さあということで負けてしまったんですけどね、帰宅方法も運命に身を委ねましょうかね。政治の帰宅方法、それは3択のうち運命のダイスにより決まる。それはこちら。1、2が出れば駅まで歩く、傘もささずに、なぜ統治法かしか。3、4が出た場合は駅まで走る、そして5と6が出た場合苦戦の約定解かれモンスター。バカバカ、肝心なとこで出てこねえな、あのおかっぱ。とにもおかっぱ出てこねえんだよ肝心なとこで。これもう何でしょうね、何でもいいけど、まあここまで来たら5、6かな。運命の選択。はい、今日はね最後北斗にやられたんで、はい、我が生涯に一片の悔いなーし。ポーン、3、前回と一緒。どうすんのこれ、駅まで走って傘もささずに帰る。あっ、背負っとって楽しいな。